い、らっしゃい、シャマでございます。ガチャ来ました。木曜日、今日はエピック J リーグの週間です。エピック J リーグはストイコビッチと中田のお兄ちゃんです。見ていきましょう。100人ですね、100人ボックスで、ドラガンストイコビッチ。まあね、ちょっとね、 EJ リーグのこととかも考えたらちょっと取っときたよね。まあとりあえず、あとは能力がいいかね。ストイコビッチ、はい、ドリブル低いね。でスピード瞬発あって、まあまあまあそこそこか、そこそこ。オフェ線低いと、まあ、最高最高と。でボールコントロールとボールキープ高いんで、まあ、その場でコネコネおじさんですね。移動せずとも方向を変えおじさんです。でドリブルが高いと右をしたら進んじゃうみたいなね。でボディコン高いと、まあ、コネコネです。で逆足いける。でパス、最高。あ、パス決定力ある。でテクニックでドリブル上がるとね、でスキルはワンパスループあります。あとワンシューぐらいですか。強いでしょう。ただね、俺ちょっと残念なのが、せっかくならナンバー10で出てほしかったね。チャンスメイキングおじさんかと、いいじゃんそんなの気にせずにね。今ナンバー10がの強いやつが欲しい人多いんだからね。そこかナンバー10にしたら課金率ぐん上がったよ。考えてください、コナミさん。はい、中田のあっちゃんね。中田のあっちゃん、まあまあ、この人も、あんま移動しないおじさん。ドリブル低いね、と。ただね、中田のあっちゃんはね、スパサブついてた前のさ、中田のあっちゃん、マジで強かったから、その感じになるのかと。爆速中田のおじさんだったんですよ。爆速中田のおじさんで、国籍日本でいいか。強かった。もうスパサブで。まあ、なんか、ね、選手をコロコロ変えていくのが面白いからさ、使ってなかったけど、もうこれ、ドリブル高いと。だこれ推進力すごいんですよ。ドリブルのキープ数値が高いんでね、ボールコンボールキープより。だからボールこの中田よりコネコネおじさん、で我がチームにもホームコールなんですけど、リバウドクライフのところちょっと物足りないところあります。はい、ちょっとね、まあ育成ミスってるところもあるんだけど、まあ、あの1個前、まあ、ミスってるっていうか1個前の育成してるんでボールキープ上げてないんですけど、今のチャマボールキープ非常に上げたいところです。そう考えるとね、中田のあっちゃんはまあ当たったら嬉しいかなぐらいの感じですけど、ストイコビッチちゃんはぜひ欲しい。だオフェ戦の低さがどうなるかっていうのは分かりませんけど、コネコネおじさんぜひ欲しいんで引きたいと思います。ただ派遣、前回行った6000の派遣、6000円分派遣行かなきゃいけないじゃん。まだ行けてないんですよね、僕忙しくて。だからちょっと、まあ、とりあえずもう本当にこれ以上はもう無理だよっていうのは、あるんで、早めにストイコビッチちゃん当てて、撤退っていうところを行きたいわけですけど、もう2回引いて。ちょっとね、様子がおかしいですよね。あー、来た来た。ちょっと待って。え、この感じあるんだ。誰？ストイコビッチちゃん。中田のあっちゃんは我慢します。よし、よかった。追加で行かなくてよかった。追加で行かなくてよかった。ありがてえ。あー、よかった。ありがてえ。米さ食える。ストイコビッチちゃん、ちょっとねポジショントレーナーで ST つけましょう。サクッとね、サクッと。ありがとう中田のあっちゃん、遠慮してくれた。どうぞお先にどうぞ。遠慮、そういうね、やっぱ中田のあっちゃんといえば謙虚さですからね。つけましょう。ポジショントレーニング今1個だけね。 ST お願いします。 ST お願いします。なんでやねん、誰が求めとんねん。あ、誰が求め、あ、トレーナーが全然いない。なんやねんこれ。ちょっと待てと。でね、 J リーグのガチャはね、このトレーナーにした時に全然仕事してこないわけよ。やっぱ、ね、あ、ガルナチュ当たりました。絶対強いですよ、この人。あ、ロンバルじゃダメだ。そこですよね。俺でもストイコビッチちゃんはちょっとあるんじゃないかなって。見て、経験値100が爆増えしてます。いらないぞと。どうやってレベルまで済んだと。そこで習慣ですよ。習慣はまあ GP、そして経験値とともに来ると。で、今週は強いやついます。このゲーム、攻撃、サイドから中に入ってくるドリブルができる人めっちゃ強いです。だからこの人とかは強いでしょう。スピードもまあ90ぐらい欲しいけどね。強い。
この人は強い。サイドから中に入ってくるとマッチアップちょっとバグるっていうかおかしくなるんで、サイドから中に入ってきて縦当てるとかね、なんかこう展開できるそういうドリブルが強いんで、今の人強いですね。クリスト、まあこの人強いけど、能力的にはいいけど、サイドハーフがないね。あ、ブレナン・ジョンソン、まあできなくないけど、ドリブルの数値高欲しい。今の環境ね、スピードより、まあ、あのドリブルのスピードで言えばフィジカル面のカテゴリーのスピードよりドリブルの数値が必要なんで、ドリブルの数値ね、この3つの中のドリブル欲しい。ドニエル・マレンは、あ、ドリブルがこれ90超えてて、サイドハーフ空いてたらもう鬼だったね。あ、この人結構強いかもね。あ、結構いいんじゃないですかと。ただまあビルツぐらいかな、わしが欲しいのは。ビルツはみんなにさ、羨ましがられるでしょ。いいな、いいな、邪魔、いいな、いいな、いいな、邪魔、いいなって。まあ、それ以外は、売却かな、今週は。何色？ポルトガルは、サイドバックの人かな。あ、ネウソン・セメド？あ、そうですか。うわー、これでドリブルバフかかってたらね。で、サイドハーフで使って、が、いけてた。で、守備力も高いし、みたいな。うん、ワンパね。スルパ欲しいね。ピンクロもある。あ、うわ、この人、ドリブルの数値90いっといてよ。まあ、ちょっと、ガチスカ候補入ってきます。今週のガチスカ候補入ってます。ちょっと飛ばしていいですか、演出。え、ベントはいい。ベントはいいよ。ベント強いんですか ?190。あの、今ね、GK センスめっちゃ大事ですよ。僕、GK センスだけも上げてます。シュマイケル。うん。あの、それ以外は、残ったやつちょこっと上げるみたいな。101にしてます。はい、誰？はい、誰？ダニエル・ムニョス。ああ、まあでも逆に、ああ、ボランチ適正しかないの。ねえ、この人がさ、まんまく、おお、スキルすごいな。え？スルーパスあってピンクラってまんまくインターセプト、ブロッカー、スライディングタックル。え、強くない？能力がちょっとあれか。どうなんだろう、サイドバックとして使えんのかな。なんかやれそうな空気あるけど。まあ、使いませんけどね。まあ、こうなってくるとなんですよね。ね、ストイコビッチをさ、レベマにすんのに、なんかこの辺がね、必要になってくるわけよ、ナンバー10。もう取れませんから、誰も。元祖だけか。これ取ってさ、1万 GP じゃない、1万経験値ポイント欲しいね。ちょっとじゃあ、あの、レベマにするんで、サクッとレベマにして、試合行きましょう。はい、レベマにしました。まあ、もう、軽いですよ。絶対軽い。もう、スーパー軽おじさん。で、こうね。ああ、スーパー軽おじさんだ。ここまで行っちゃおうよ。スピードどうするかだよね。まあ、パスと決定力ぶっちゃけもういらないっていうことを考えたら、これでもいいかもね。意外とぶち抜かせてみたいな。決定力ちょっと上げてもいいし。これ強いよ。絶対強い。フィジカルちょっと上げたいとこあんだよな。71？ 意味あるかな。いやでももう、ベタなやつでいいよ、これは。ベタなやつでいい。決定力こんぐらい？ 77？ それかスピード1振るか？瞬発か？いっちゃおうか。これだね。絶対強い。見てよ。絶対強いから、この人。うん。じゃあ、いきますか、ね、大活躍。あ、そっか、スキトレあれついてないんだ。はい、ということでストイコビッチ、本当はここ ST で使いたいんですけど、まあ今回は多めに見ましょうということで OMF ですね。んで、あのポジトレ機次第このストイコビッチをねガンガンに詰めて、ウェー殴って、覚えろ ST 覚えろやーみたいな感じで、みたいな感じで覚えさせますんで、まあそしたらね、もう最強、もうガチスカ、うん、チェマンチェスター史上最高のフォーメーション出来上がるんじゃないですかね。まあストイコビッチのパフォーマンスと、あとはサイドから中に入ってくるっていうことが、この現環境でどんだけキャインなのかっていうのを見てもらいたい。あと、シュマイケル、GK センスしか上げてないんで。あと残りのやつちょこっと上げてますけど。それでも、ポジショニングさえ良ければ、かなり止めてくれるんだ。まあ、ロングちょっと弱くなるけどね。見てください。パッ！こんにちは。私、チャマは、
イーフト最強を目指す団体、イーフト最強を目指したい NO1 というのを作りました。最強を目指したい、俺も強くなりたい、技術を向上したい、そういう風にイーフトを楽しみたい人を募集しております。ディスコードサーバーに入ってみんなで交流して仲間と一緒に強くなりましょう。ディスコードサーバー貼っときますんで、ぜひ参加してください。最強になりたい、もっと強くなりたい、そんな君を待ってます。